はい、お疲れ様でございます。40代や50代を過ぎてくると、まあ疲れ目というかね、慢性的にちょっと目が見えにくくなってきたりとか、疲れやすかったりとかね、腰が痛かったりとか、肩が痛かったりとかね、まあそういったことってあるんじゃないかなと思います。まあ場合によってはね、前立腺とかにやっぱりこう、いろいろとしこりが出てきたりとかね、まあそれに類する前立腺がんみたいなのも徐々に見えてくるそうです。で、健康診断しっかり行ってらっしゃる方でも、いろんなところに健康を壊すような要素が見つかったりとかして不安になって、運動しなくちゃなーとか思うんですけども、運動はできないと。健康のためにサプリ取ろうかなと思っても、どれがいいのかわからないと。しまいにはサプリメントを買ったところで、続くのは最初の1ヶ月ぐらいで、徐々にね、サプリメントを飲む作業ってのをめんどくさくてやらなくなったりとかしてしまうんですよね。まあ、とかく人ってのはね、習慣がつきにくい生き物でございます。逆に言うと、今までの習慣が新しい習慣を排除していくっていうことで、今までと同じような生活が続いていくんですよね。まあそうなっていくと当然ですけども、衰えていく自分の体、そして迫りくる老化に対抗できるものがなくなってくるわけなんですよ。まあですので、やっぱり改めてね、健康になるための何かを始めなくちゃいけないのかなというふうに思います。実際に健康のために何かやってますかって言っても、意識はしてるけどもやってない、もしくはやってるんだけども、たまに最近そういえば続いてないなみたいなね、ことでジョギングをやめてしまったり、サプリメントをやめてしまったり、そういう方って多いんじゃないかなと思います。これはなんでなんでしょうね。忙しいぐらいスマホをちょこちょこいじってるのに、その時間をね、ちょっとした運動に当てられないものかなと思いますけども、なかなかなんですよね。で、今回ね、紹介したいのはココナッツオイルなんですけどもね、ココナッツオイルも様々な効能があって、実際に、ココナッツオイルが自分の体に合ってるか合ってないかっていうところを確かめるところまでは行ってもいいのかなと思うんですよ。まあ何もね、激しい運動をしたりとか、定期的にジムに通いましょうって言ってることではなくて、ココナッツオイルを1日に1つね、1さじ、まあ飲んでみるっていう形ですから。まあでも、今すぐに何かを改善したいって思わなければ、手を出すモチベーションで少ないと思うんですよね。まあですんで、やっぱりこの同じ年代でね、どんな健康の不安があるかってことを、たまにはこうディスカッションしてもいいのかなと思います。例えば私が、よくね、健康の話をする方の中の一人に、ノクさんって方がいらっしゃるんですけども、まあノクさんはね、神サプライズっていう医療器具で、ものすごい結果を出されてね、これはね、ノクさんもすごいんですけども、この神サプライズがすごいんですよね、またね。おそらくね、どんな方でも同じように自分の悩み改善ができると思うんですよ。で、さらに今回神サプライズの次に、このね、ココナッツオイルってものを使って新しくね、健康の扉を開いてくださってると。で、今回取締役になったんですかね。すごいですね。やっぱりこう、自分の応援したい商品を、自分が責任を持ってこう紹介できる立場になるっていうのは、これに増したことはないと思うんですよ。なかなかね、50代で自分の会社の取締役になる人もあんまりいないと思いますけども、どこかのね、商品や会社を紹介するための取締役に就任するっていうのも珍しいと思うんですよね。まあそういったことから、そこまで強い健康への意識、美容への意識、そしてノクさんはね、若い女性ともお付き合いされてるみたいなんで、やっぱこの辺もね、羨ましい男になるためにどういう風に立ち回っていけばいいのか、50代からでも全然遅くありません。ぜひね、ノクさんの YouTube チャンネルをご覧いただいてね、動画概要欄に貼っておきますので、そして今回のココナッツオイル VOC ってものが一体どういったものなのか、これもね、ホームページができたそうなんで、動画概要欄をご覧いただければと思います。合わせてご利用ください。それでは VOC ココナッツオイルで美容と健康と富を手に入れていきましょう。いってらっしゃい。